ちです。今回はお部屋のお紹介を再開をします。します。イエーイ。このお部屋はね、よく使ってるからね、見てる人いっぱいいると思うけど、どんな感じかさらっとご紹介していきましょう。お部屋に入ってこちらはキッチンコーナーです。木のおもちゃこれです。石これはキッチンのここでご飯屋さんとかやってるの？いや、全然やってない、ね、この中にはなんかねねのコレクションが入ってます。うん、それ卵も置くやつ入ってます。で、下はコースで、もう一個、うん、で、もう一個コース。ここは物入れになってる。これはなんか入ってる、うん、何入ってない。こちらは何がありますか？でね、うん、ご飯屋さんです。ご飯屋さんですか？こっちなんですか？ね、うん、ブロックです。ブロック、うん、何ブロックがあるんですか？ね、これとこれとこれとこれあるんです。ブロック、これ偽物のなんかプラスチックっぽいあのレゴのレゴっぽいブロック、レゴっぽいブロックとこの形のブロックです。これでドミノいるんですよマグフォーマーとかがあるでね、うん、あとはこれがドミノ、こっちがブロック、ね、こんな感じで入ってます。これも、はい、やれ、うん、パパに買ってたます。パパに買ってもらったんだよね、うん、じゃあ本はねねが好きな本は、うん、これねねが好きな本は小人図鑑一時小人にハマったんだよね、めっちゃ。で、あと、うん、もう一個好きなのが、うん、何かな、どれにしようかな。父は本っていうか、いろんなのが父から父重なってないね。あ、これは何？塗り絵が好き。プリンセスのシール塗り絵、うん、塗り絵ね、最近キキもねねもハマってるからね。お勉強好き。お勉強も好き、うん、どういうお勉強が好きなの？これ、これ、うん、あ、じゃあ塗ったの見せてください、せっかくなんで。はい、キキが塗ったやつどれ？お、綺麗に塗ってる、カラフルだね。ねねのねねが塗ったのも見せて。あ、これキキだ。これねねって書いてねね、うん、綺麗。ねねが塗ったやつはまずこれ。お、すごいじゃんこれ。これこれママに、これこれねねが塗った。で、これはこんな感じ。うん、お、いいね。父、これ好き。あ、お勉強見せてくれるの？この食べ物に丸をつけるのが好きなんだよね、キキは。ほら。うん、頑張ってるね。ねねがやってる。こちらに進みます。この下にはおもちゃがいっぱい入ってるんだよね。はい。靴もあります。靴なんか落ちてたね。これに入れます。次はねねで、こっちにガチャがあって、はい、頑張ったら。こっちにも同じ棚があります。これってこれです。これが本物のレゴだ。こんな感じかな。で、こっち行くと帽子、いろいろあって帽子があります。あ、帽子はどれがお気に入りですか？これキキはミニーちゃん、ネネは、あ、これ最近ね欲しがってた黒い帽子。これシールがあった。これこれね、ディズニーで買って。マシュマロシールならすぐ外れるキキそれ、そうよし。で、ここの白いところはランドセルとか学校の道具が入ってます。はい、あと上着とかね、うん、ミニーちゃん、あとリュックとか入ってる。リュックとかね、カバンとか上着とか、うん、で、こっちにピアノがあります。じゃじゃーん、じゃじゃん。こっちにはパパいます。そうです
パパ、爆睡です。で、このお部屋の真ん中にドドンと台があります。あれね、失敗もう一度。グッドボタン押ってね。見てくれてありがとう。グッドボタン押してね。バイバイ。ドドン。花、なんかなってる。